ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの吉木社長です。ステオトマトです。富井セクトです。はい、ということで、はい、私吉木社長、アイスさんに行ってきました。わー、行ってましたね。どうでした？はい、いやー、久々、1年半ぶりぐらいかな。はいはいはい、あれだよね、ゼイ・リカルド監督が就任して、うんうんうん、最初の試合をね、サキト君と行きましたけど、行きましたね、見に行って勝った試合、あれ以来ぐらいかな。なんかその後1回行ってなかった？なんか普通に俺がおらん時に天皇杯かなんか行ったのかな。なんか行ってたよね、京都戦、はいはいはい、うん、けどもうほんまにあの時期以来、6月、そうそうそう、7月とかのあの時期、去年の以来の1年以上ぶりか。だいぶ久々に行きましたけど、はいはいはい、まあ結果はね、4対0で勝ちまして、すごい、はい、いや、良かったですよ、対0、うん、で、まあね、J2 今ラスト1試合ですけど、はいはいはい、他のチームもね、はい、ベルディもジュビロも勝ってますし、しっかりね、おもろい。いやー、どうですかこれいや、なんかこけるときは一緒にこけて、勝つときは一緒に勝ってっていうね、うん、この勝ち点差が開かない、そう何なんこれ。いい感じに盛り上げてますよ。いやいや、抜きん出てええのよ、どっからずっと一緒に抜きん出ないね、足並み揃えて。いや、もうジュビロとエスパルスに関してはもう仲良しすぎるって、ほんま仲良し、なん 4-0 あれ何ほんまに 4-0。 いや、最後ジュビロがね一個前出たからあれやけど、はい、ずっと 4-0 の時間後半だ、うん、いやいや、あれなんかもう仲良すぎて逆に気持ち悪かったよあれねえ、まあ、ジュビロ負けてくれって思ってたけど、やっぱいや強かったよね、うん、4-0 でね。ベルディもね、はい、最後一人少ない状態で、うん、フリーキック決めて、うん、はい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 、残り10分もなかったんじゃないかなあれ。最近ベルディのそういうね、底力みたいなの見せてますよね、はい、うん、どのゲームも。まあまあ、で、まあ、今回ね、アイスター行ってきたということで、はい、まあ、そのね、ホーム最終戦でセレモニーとかもあったし、はいはい、まあ、いろいろあの感想を言いつつ、はい、まあ、試合のね、分析も、大宮戦の分析もしていこうかなと思います。はいはい、はい、ということで、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。聞いてるあなたを観客から監督に、今日もサッカー指導者、そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきます。ラジオ11。はい、瀬尾トマト君は行ったことないんじゃないですか、アイスター。ないですね、確かに。一回ね、行った方がいいよね。いやいや、めっちゃいいスタジアムよ。なんかそのね、うん、なんか立地行きにくいとかっていう声もね、はいはい、上げられる方もいるけど、いやいや、あれがいいんじゃないかなって僕は思うというか。あ、逆に。いや、そうそうそう、あの登っていく感じがね。あ、登っていく感じね。そう、山の上にガーって登っていく、ね、まあ、その帰り下辺とか、まあそういうのはいろいろあるでしょうけど、はいはい、いやいや、あのなんかそのね、どんどん登ってって、よし、スタジアム行くぞみたいな、うん、まあね、そう、あの感じ、そう、あれいいですよね、あれめっちゃいい俺的には。で、やっぱりね、専用スタジアムだし、うん、なんかこう熱気もすごいしね、サンバのリズムで、そうそうそう、うん、なんかこもってる感じもあるし、うん、ただ開放感もあるみたいな、なんかすごい絶妙というか、うん、だからやっぱ、ね、花火上がって外開けて、はい、だから景色いいしね、はい、そもそも自然の感じとか周りが、うん、いやー、まあ、やっぱりね、応援素晴らしかったんですけど、はいはいはい、あの、なんといってもね、試合開始、はい、キックオフの時に、はい、あのリバイブっていうね、エスパルスの、応援があるんですけど、うんうん、はい、共に行こう、いつまでも俺たちがついているエスパルスってあるんですけど、はいはいはい、はいはい、あれをね、キックオフとともにやって、すごかったですよ、声量が。あ、そう、うん、もう鳥肌立つ、もう2階席のサポーターがもう全員なんかこうフルパワーで、でもその声で
あのコーナーだったんですけど、もう開始早々コーナー撮ったんですけど、もうなんかサポーターの声でコーナー撮ったみたいなぐらいすんごい声出てて、最初のリバイブが立たせるぐらいの、いやあれすごかったですよ。一気にこう雰囲気を持ってった感じが、もうあれただの応援じゃないなっていうのは感じましたね。もしかしたらそれ吉木社長だけじゃなくてね、選手とかも鳥肌、いやね、サンタナとかももしかしたらね、鳥肌立ってたんじゃない？いやだから本当にそれこそ乾選手とかはね、アップの時にエスパルスのサポーターが歌ってるちゃんとね口ずさんだりとか、あそうなんや、そうそう、そういうのもあるし、最終戦でね、ホーム最終戦で最後秋葉監督が、挨拶したんですけど、そういう時に前回の熊本戦ホームでやった時に逆転負けしたんですけど、はい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 、その試合の、終わった後にブーイングが起きるかと思ったら、はい、そのそれこそリバイブをサポーターが歌ったんですよ、はいはいはい、ブーイングじゃなくて、うん、でそれについて言及してくれて、はい、あのね、最後までサポーターがリバイブを歌ってくれてって、そのリバイブっていうのを、うん、あの言葉に出して、ね、秋葉監督が、うん、なかなか珍しいじゃないですか。あ確かに言われてみればね、そう曲名言わんよね、そう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 、うん、応援してくれてとか言うかもしれんけど、はい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 、やっぱ僕はね、そのやっぱ監督とかね、やってる立場でもあるんで、はいはいはい、社会人、そのそうそうそう、秋葉監督のまあこうホームの雰囲気を作る力とか、はい、サポーターを取り込む力みたいのはすごいなと思ってて、へえ、うん、やっぱ常にホームをね、あの強調しますし、次はホームなんで絶対あのいい雰囲気作ってくれてる中で勝ちますとか言ったりとか、はいはいはい、まあ、今回みたいにリバイブっていうのをね口にして、うんうん、やっぱこう一体になってるっていうのを表現するのがうまいなっていう、うん、確かにね、ここまでそのサポーターのね心を掴める監督今までいなかったんじゃないかなっていう。ああ確かに、うん、そうそう、まあ戦術動向ありますけど、僕はあのそういうのは置いといて、監督としては一番今まで優秀だなって思いますよ。確かにそこまでね、うん、理解して、けどやっぱ強くなっていくとか勝つためにはそういうね、サポーターとか、うん、ピッチだけじゃなくて、ね、そう外側もね一体となるっていうのは大事ですもんね、うん、そうやっぱね、そういうところがね今回の結果に結びついてるんじゃないかなっていうのは改めて、うんうん、思いましたし、はいはいはい、うん、まあ、ただね、あの戦術面というか試合運びではかなりね言いたいことはあるんですけどね、とは言いつつ 4-0 でしょ、4-0 ですけど、もうほんであと1試合でしょ、もうええよ、あと1試合もうええやん、勝てば昇格、まあ、負ければ、はいはい、多分地獄のプレーオフ。そうやな、うん、お前勝たなあかんよ多分、さすがに、いや勝たなあかんよ、全チーム勝ち点落としてなんかぬるっと昇格とか、はい、なんか気持ち悪いしな、うん、気持ち悪いね、勝って上がりね、うん、勝って上がりたいですよ、確かに、まあその5位6位もね強いチーム来ますからね、そうよ、うん、ジェフ調子いいしね、どうすか瀬尾くん、ジェフで今、ね、甲府とかね、はいはい、山形、うん、長崎とかこの辺、うん、最終節の対戦カードが話題になってましたね、もう勝ったチームが行くみたいな、あ、5位6位らへんってそうなってるんだ、ね、5、6、7、8でもうその4チームが直接対決なんですよ、ね、あ、そうなんだ、それ知らんかった、プレーオフのためのプレーオフやん、それも、そうそうそう、まあ、前哨戦で日程間の仕事がすごいって話題になってました、ね、たまたまやけどね、そうなんすげえなすごいな、うん、いやーでこれでね、だからまあエスパルス、ジュビロ、ヴェルディ全部可能性ありますからね、自動昇格は、はいはい、確かにね、いやこれプレーオフ行ったらしんどいよ、いやしんどいな、うん、ね、同点だったら順位上が勝つとかありますけど、やっぱ、はいはいはい、もう分かんないですよ、うん、プレーオフ行ったら正直分からんね、うん、やっぱ勝っとかないといけないし、うん、あのね試合運びで言うと、はいはい、
まあ、1点入れてね、サントナ入れたとこはね、良かったですよ。はいはい、からよ、うん、そこからね、なんかね、遅攻にしちゃうんですよね、全部、はいはいはい、攻撃を、うん、はい、ゆっくりゆっくりね、うん、ゆっくりしちゃう。その例えばサイドね、あのカルリーニョス選手が相手のサイドハーフより高い位置でボール受けて、はい、まあ、要はサイドバックに対して1対1仕掛けられるようなシーン、うんうん、でやっぱこう緩めてスピードをね、はい、スピード緩めるとやっぱサイドハーフがカルリーニョス選手に対して守備来るじゃないですか。戻ってくるというか戻ってくる、はいはいはい、で山原選手も上がってきても 2-2 が作られる。でまあそこで落ち着いて1回後ろの乾選手に下げるとかね、はいはいはい、うん、時間帯によってはそういうねプレーの選択もありなんですけど、はい、うん、1点入れた後全部それしてると相手の思うツボなんですよね。なるほど、うん、相手はもうブロックで守って奪ってカウンターができればいいんで、はい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 、うん、やっぱこっちもあの基本的には速い攻撃を仕掛けていかないといけない。はいはいはい、うん、ボール持ったらしっかりあの1対1で仕掛けられるんだったら行って山原選手もオーバーラップして、うん、でそれをね使う、はいはい、オーバーラップを、うん、使わずにね中行って下げたりとかクロス上げたりとかっていうのはやっぱチャンスになりにくいですね。なるほどね、まあ、相手からしてもそんなに怖くない、はいはいはい、嫌じゃない、うんうん、やっぱこうオーバーラップした選手を使われる方が相手はだるいんですよね、はいはいはい、守備としては確かに、はい、その状況やとね特にそうなんですよ。で山原選手とかもね縦に仕掛ける回数は非常に少ないですね。もっとだからそこは意識的にやらないといけないし、はい、それをコーチ陣か監督コーチ陣が指示を出してそういう風に仕向けないと、うん、あれもう 1-0 で本当前半終了間際にねカルリーニョ選手が決めて 2-0 になって落ち着きましたけど、うん、あれがなかったらもう分かんなかったですよ正直。なるほど、ね、どうなるか、うん、いやまあ山田選手に関してはけどまだあれなんじゃない、その怪我の状況とかまあ、だいぶ経ってるけど今シーズンはもうこの感じでやる、まあね、来シーズンからとかなんかそういうのももしかしたらねあるかもしれないですけど、まあね、うん、あでも一個ねいいスルーパス出しましたよ。あ裏に抜ける、そう、はいはいはい、そう左サイドバックの低い位置からスルスルって2人抜いて、はいはいはい、スルーパス出してキーパーと1対1っていう、はい、おおいやいや、はい、やっぱらしさ出てるじゃないですか。いやよかったっすよ。で、うん、2点目のカルリーニョ選手のゴールもはい、流れで山原選手が右にいたんですよその時、はいはいはい、で山原選手の右足のいいクロスを三単に入れてそれが流れたところにカルリーニョ選手はフリー、はいはいはい、で決めたんでやっぱあのプレーだけ見るとやっぱ右でもね右でもっていうかやっぱ右でね持ったら相当いいクロス上げるなとか、はい、確かに、うん、うん、っていうので存在感はかなりありましたけど、いやっぱこう1点取った後のねチームとして あの攻め方っていうのはかなりね、課題かなと、まあ、J1 行ったらねまた話変わってくるんですけど、まあね、まあ、J1 行ったらそもそもそんな簡単に先制点も取れないですからね。だからもうこの話は正直あと1試合の話ですよ。はい、まあまあそうね、はい、まずね目先のね1点取った後のはい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 、ほんまにそう戦い方、うん、それをね導ける力がないと、はい、スタッフ陣に。なるほどね、そこは、まあ、すぐ改善するの難しいけどねそういうのって意外と。そこは一個来季に向けた補強ポイントであると思いますよ。あそう、うん、例えばだから中田一郎さんがねそれができるとしたら、はいはい、もうちょっと監督のね、はい、近くに置いてもいいかなと。おお、より戦術的な要素も、ね、そうそうそう、加えつつね、うん、ベンチでも真横にね、はいはい、置いてもいいんじゃないかなとか。結構なんかスタンドにいたりするらしいですよね。なんかなんからしいですね、うん、そんな感じになってもって関わり方として。そうだからまあそういうのも一個ね考えていけないといけないですけど、はいはいはい、はい、まあまあでも 4-0 で勝ってね良かったですよ。
得点も岸本選手投入してすぐ決めましたし、はいはい、あの辺は采配が光ってで、うん、北川選手もねいい形で、はい、あの稲井選手のゴールをねいやーよかったね、うんうん、あの動きはやっぱ、ね、フォワードとして分かってるなっていうか、うん、確かに、うん、まあ俺がディフェンスだったらあえて北川選手にはついていかなかったけどねあれは。駆け引きね、難しいとこだけど、まあけど3人普通的不利でしたよね、もう守備側が、はい、2人で守ってっていう、まあそうよね、あれは確かについていかん方がいいか、まあ、だからボールホルダーに対しては縦切りながら出て、うん、守備側は北川選手のパスライン切りながら出て、まあね、そうそう、まああとペナ前ぐらいまで我慢してもいいからね、はいはいはい、そうやね、確かにね、電報がいいの、うん、そしたらまた状況はね変わってくると思いますけど、確かに、でもなんといってもイネイ選手がうまかったですねあれは。いや足裏で止めんの意味わからんからな、まずあれファーストタッチで足裏意味わからんの、やっぱイネイ選手うまいね、非常に、いやうまいっすよ、うまい、あと人気もすごい、やっぱ現地行ってみると、あそう、うん、やっぱりすごいよ、やっぱこう歓声がね、乾選手だけ、他の選手もやっぱ人気ありますけど、乾選手だけね、歓声が違うし、もうなんかアイドルみたいな、そうなん、結構ベテランやで、そのチームの中で言うと、結構ベテラン、普通若手とかに、そのアイドルっぽくなるのは、なんかもう、そのハーフタイムでね、後半始まる前か、はい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 、乾選手が一番乗りに出てきて、うん、ピッチ見回してみたいな、はいはいはい、うん、でサポーターが、ね、おーいみたいな手振ったりとか、はい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 、その感じがね良かったっすよ、そうだよ、もうでもなんかアイドル、うん、なんかそのまあ気前のいい兄ちゃんみたいな感じ、おうおう、いやアイドルやなあれは、アイドルなの、アイドルない、うん、アイドルなんや、もう憧れの対象、うん、うん、結構そうね、松潤ぐらいかな、いやだいぶアイドルやでトップオブアイドルやで、いやー松潤よね、松潤な、嘘やろそれは、うん、怒られるファン、両方のファンにあんま良くないんちゃう、イネ選手あれ言ってましたね、あのこうしあ京セラか、はいはいはい、ね、阪神の試合はしゃいでましたねいやよかったからね、うん、阪神、阪神優勝しまして、サキト君もね阪神ファンですから、いやよかったよ、外国人に胴上げしてもらってバーで胴上げしてもらいましたね、いやよかったね、サキト君が胴上げしてもらったんですね、はい、まあ胴上げしてそっから胴上げしてもらいましたね意味がわかんないですけどねいやよかったね、いやだからね、あと本当に、はい、開幕戦引き分けて、まあ、元ね秋葉さんの古巣水戸戦ですよ、でジュビロは 5-0 で勝ってると、あそうか、うん、確かにね、うん、そういう流れか、そうなんですよ、いやーやりにくいんかな、どうなのな、そういうのって、まあでもこれをやっぱね、うん、勝てないとね、 J1行く資格ないとは言いませんけど、そのまあまあ、まあ、J1 行くにはやっぱここで勝つ姿を見せとかないとっていうのはありますよね、この状況で、確かにね、いやけど、うん、今の勢いのままいけばね、だって怪我人とかも特に頑張ってほしい、います、あそうね、いないかな、あの森重選手とか、はいはいはい、うん、あれやけど加藤選手とか、まあ今出てるラインナップでいうと全員今出てるところでいうともうそうね、フルメンバーで、うわー、いや、うん、それは勝ちたいでしょ、だいぶコロリ選手はなんかね、あの、うん、対談しそうなインスタに言ってましたけどね、おい、水さすなよな、そういう時いやでもなんかその最後頑張りましょうみたいな感じで、あそう、うん、やってた、ね、なんかいやどうなんそれそれどうなんええー、それいや分からん、だからなんかありがちですよね、うん、外国籍の選手は、そうですね、勝手にあげんなよ、そういうの厳しい終わってからするよ、その全部まだすんなよ、そ
案外ね移籍しないっていうのもあるかもしれない。いやそうやで、ね、そう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 あれ結構ダサいであれみんな言わへんけど。あそう、ね、ダサいよそういうの一旦やんの、やめとけよ、ね、どうなんすかね。そうそう、なんか YouTuber とか事務所批判してたのに結局残るみたいな、それダサいからな一緒やでやってまたまたちゃうと思うけど、ね、うん、ね、まあ、ね、うん、まあそんな感じですよ。いやけどいいんじゃないですか、みんな調子上がってきて。中山選手とかもらっていいでしょ、はい、中山選手もいいですよ。うん、どうですかキープレイヤー最終節、北爪選手。おお、はい、いや結局ね、なんか困った時最後仕事しそう感というか、ほんまに試合展開がね、なんかうわやばいなってなった時とか北爪選手入れて起爆剤みたいなのはめっちゃありそう、うん、はいはい、なるほど、うん、かなりやっぱ途中から入ってきて流れ変えますからね彼は。いやそうよ、うん、勢いあるから。瀬尾くんはどうですか、ホナウド選手。おお、ホナウド、まあ、やっぱ最終節はい、結構固く入ると思うんですけど、はい、まあ、そういう、こうボールが飛び交う中でホナウド選手がこううまくボールをさばいてチームの流れを持ってくるんじゃないかなっていう、はいはい、なるほど、はい、じゃあ僕はあえて高橋裕二選手かな。あえて、おお、センターバック、ね、大宮戦もかなり良かったんですよ、はいはいはい、うん、かなり守って、うん、もういい仕事して、もうクリアとかもほとんど高橋優選手は体張ってとか、はいはいはい、いい読みで、ね、ブロックしてとかかなりあったんで、はいはいはい、うん、まあこう点取って、まあ、最後ね攻められるとかいう展開になる可能性もあると思いますけど、はいはい、うん、まあ状況が悪い、まあね、時っていうのは絶対来ると思うんですよ時間帯、まあね、うんうん、そういう時に、高橋選手、まあ、鈴木選手もそうですけど、はいはいはい、ね、守りきれるか、おそこはね、うん、個人のところもね出ると思うんで、確かにね、はい、そこは期待したいなと思います。結構みんな後ろ目の選手やねなんか哲学重たいな、サンタナ出てこんかった、うん、サンタナ犬とか言わんの重たいねやな、サンタナ調子で、ね、うん、注目選手もね書いてください、うん、はい、確かにお願いします。はい、ということで、今回はね久々に、イエスパルス1本で撮りましたけども、はいはい、まあぜひね J1 昇格ということでね、もう一回来週撮りたいですね、はい、うわー確かに楽しみ、ね、はい、まあ、ということで、本日はここまでにしたいと思います。ここまでのお相手は吉社長と瀬尾トマトと豊崎と一緒。バイバイ。バイバイ。バイバイ。